おもちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ2781です。はい。今回紹介するのはですね、前回組み立てが完了しました。こちら、フルメカニクスのレイダーガンダムですね。こちらの方を前回、前々回のね、2回にわたってこちら組み立てましたということで、今回ですね、こちらの可動範囲、それから手前に置いてあります武器関係ですね。こちらの保持と変形。そして、こいつとね、以前紹介しました、カラミティですね。そちらを一応組み合わせることができますんで、その辺のね、お話をやっていきたいと思います。で、手前に置いてありますね、こちらっていうよりもこいつ。前回の組み立ての時に比べてね、これね、こんな感じでぐんやり曲がっておりますけど、これですね、事前に正しく動作するかっていうのを確認するためにね、こいつ巻きつけました。で、一度ね、巻きつけ終わったやつをビヨーンと伸ばしたらこの形です。なので、一回やっただけでね、こんな感じで、ね、癖がつきますので、こいつ丸めた状態でね、長時間キープすると多分とんでもないことになるんじゃないかなと思いますけどね。まあ一回でこれなんでね、そこの部分十分ね、注意してね、この中に収める必要性があるのかなと思いますね。はい。まあ一応こちらもね、後でやっていきたいと思いますので、早速ですね、こちらレイダー本体行きましょう。よっこいしょと。まあこいつ100分の1なんでね、でかいんで、これぐらいにしようかな。はい。ということで早速ね、見ていきましょう。正面がこちら。横がこんな感じですね。で後ろがこうですよ。そして反対側と上という感じになっております。まあこちらね、100分の1、まあ、マスターグレードっていうよりもどちらかというとね、メタルビルド寄りな感じのね、アレンジがされておりますんでね、非常にかっこいい、情報量も多い感じですね。その代わりにマスターグレードよりも組みやすいっていうね、パーツ構成がかなりね、少なくなっておりますんで、非常に組みやすい内容となっておりました。ということで早速で稼働入ってみましょう。頭部に関しましては左右ですね、に動かすことができて、上がこんな感じ。で、下がこうですね。下はこれ以上いきません。ちなみに上に関しましては、後々変形機構を使うとさらに上を向くことができますけどね。まあこれでも十分上向いてますね。一応こんな感じです。で、腕に関してはとりあえずこの状態ですね。もともとセッティングっていうかね、組んだ状態だと、まあ多分当たりますね。これが限界。ただ後ろですね。こちらのウィングを逃がして、こちら黒パーツを逃がすことによってスペースがね、生まれますんで、この状態だとね、一応ぐるっと回すことができると。で、これね、抜けましたけど、この辺ですね、ちょっと弱かったりとかするんですかね。まあ事前にちょっとね、シリコンスプレー流したので、それの影響もあると思いますけどね。まあ一応こんな感じでぐるっと回すことは可能と。で、あと腕の引き出し機構ですね。ここの部分で前出したりとか、跳ね上げが効くようになっておりますよと。で、肩アーマーは肩アーマー、腕は腕ではなく、こちらのね、肩パーツを挟み込むような感じの構造になっておりますんでね、腕がま当然ながら追従するという感じと。で、二の腕のロールが効きます。肘の曲げがね、こんな感じ、二重関節なんで、ここまで深く曲げることができますよと。で、あと手首パーツですね。手首パーツ、これもともとめちゃくちゃきつかったんですけどね、シリコンスプレー流したんでこんな感じですけどね、ここの部分はシリコンスプレーちょっと流してね、調整しておいた方がいいかなと。で、手首パーツの構造自体は指が動いて、人差し指から小指までの4本ですね。ここはまあ一応連結されているものとなっております。ここはね、マスターグレードと同じ構造。ただですね、こちら、右手はね、交換ギミックがありますけど、左手はね、交換ギミックありませんのでね、まあ元々つけている手首パーツオンリーですね。ただこちらの指パーツは接着厳禁ですね。交換ギミックがないからといって、ここ接着してしまいますと、今回のね、こちらのレイダーの付属武器、こいつですね、ハンマー。これを装備させることができなくなりますんで、指パーツの接着は厳禁となっておりますよと。で、腕の可動は基本的に左右共通で同じです。この辺ですね、肩パーツの内部とかね、この辺は若干の調整しておかないと、変形機構でね、こうパカッと開きますからね、十分注意が必要なのかなと。で、腰パーツに関しましては左右のスイングと前屈の反りができますけど、まあ見ていただいたらわかる通りですね。サイドアーマーから伸びてるアームの先端にクローがついてて、こちらの外側にウィングがあると。一応こんな感じになっておりますんでね。ここの隙間に入ってますんで、ここの腰のひねりがね、ほとんど効かないと。まあ、若干動かせる程度。まあ、ウィングの位置関係ですね。こいつしっかりと畳んで、アームも伸ばし切ってとかっていう風にすると、ある程度動かすことができますけどね。まあ、ほとんど腰のひねりはできないと思った方がいいんじゃないかな。まあ、そんな感じとなっております。で、フロントアーマーはここね、接続点で動かすことができて、サイドアーマーの跳ね上げもできますが、これもね、先ほどと同じです。接続点の構造の関係でね、あんまり動きません。で、前後のスイングも効きます。以上、リアアーマーですね。リアアーマー、今回ね、ここ、真ん中切ってないんでね、連動しておりますけど、これ、真ん中ぶった切ることによって分割させることができるという構造になっております。足回りに関しては、こうですね。ここでのスイングと連動しますけどね、ここの部分、全体的にグイッと動かすことができますので、
これを使うことによってね、足をこういうふうに大きく動かすことができると。ただですね、連動で動いてしまいますんで、右足だけ大きく、左はそのままっていうね、そういう構造ではなくね、どうしてもね、連動してしまいますんでね、ここの部分がちょっと気になるかな。まあ一応こんな感じとなっておりますが、一応脚パーツというかね、足前の可動をね、向上させることができるというふうにはなっております。で、股関節部分でのひねりが効きます。膝の曲げですね。ぐっと、ここまで曲げることができます。で、足首パーツですね。足首に関しましては、ここのスイングと前後とつま先の可動ですね、がありますよと。まあ足回りはね、ある程度広いっちゃ広いんですけどね、どうしてもね、サイドアーマーの構造の関係で、腰のひねりができなかったりとかしますけどね、まあ全体的には非常にかっこいいですね。で、あと下半身に関しましてね、今回ちょっとシリコンスプレー流してないので、上半身に比べてね、硬いんですけどね、全体的な調整はね、しておいた方がいいかなと。ただシリコンスプレーの流しすぎはちょっと注意が必要かなと思いますね。はい。一応基本的な可動範囲はこんな感じです。で、ウィングですね。背面パーツのバックパックについているウィングに関しては、ここでスイングが効いて広げるのもできるしっていうね、ここでの変形機構もありますよと。一応ここの変形機構に関しましては、まあ、こいつをね、モビルアーマー形態の時に使うようなね、感じかなと。まあ、もともとね、この状態でも使ってもいいですけどね。あと、クローパーツも展開とかできますが、これは後でやっていきたいと思います。はい。一応、基本的な可動範囲とかはこんな感じとなっておりますので、武器の取り付けいきたいと思います。武器の取り付けに関しては、とりあえず、こいつですね。これに関しては、そのまま前腕にブスリですね。こういう風につけることができると。はい。まあ、とりあえずこれでね、レイダーっぽさが出ますね。で、あと、こちらに関しましてはね、こいつ外しましてね、中に入っているグリップ。これを起こしてあげて、付属の手首パーツですね。というか指パーツ。これをここにセッティングするよと。そして指パーツをね、交換することによって、こいつ自体を手持ちさせることができるというギミックがありますと。まあ、これは好みだと思いますがね。こんな感じで手持ちさせることができたり、腕部にね、組みつけることができるというふうになっておりますんで、まあ、これはこんな感じでね、好みのスタイルできるのは非常によろしいかなと思いますね。はい。一応このような感じですね。そして、こちらのね、ハンマーですね。鉄球に関しましては、ここの部分ですね。こちらの部分を手で保持させると。で、このままね、ビヨーンと長い状態でもいいですけど、先にこいつ収納ギミックね、やってしまおうかなと。収納に関しましてはね、こちらね、分かりづらいと思いますけどね、確かここでいいと思うんだよな。ここがね、回るんですよね。こいつを回すことによって、こういう風にね、くる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 ね、中のところにこのワイヤーが、まあ、収納されていきますよと。で、これが全部収納されたら、グッと押し込んであげることによって、これでね、短い収納状態にできると。で、一応こちらね、準備できましたら、手のところにね、取り付けますよと。その時はね、この状態でグイッとね、持つことができませんので、指解体して、で、こちらをね、このところにズボッと差し込んで、組み付けて、取り付けるという感じとなっておりますので、まあ、最初の方にね、言った通りですね、指パーツ接着してしまいますと、これができないと。で、逆にこの状態で接着してしまいますと、今度モビルアーマー形態の時に、こいつをマウントすることができなくなりますんでね。指部分は接着厳禁ですね。まあ外れやすいんでやったらちょっとね、補強が必要なのかなって感じですね。まあ一応こんな感じすることによって、こういう風にね、保持させることができると。うん。いいね。で、こいつ自体はあと、射出させるんであれば、こちらですね、グリップ部分を引っ張ると。ここをですね、回転させると中で絡まりますんでね。こいつ自体はここでビヨーンと引っ張ってあげると伸びると。で、このような感じで癖がつくっていうね。どうしてもね、こう巻いてるからですね。なので、最初の時に、ここですね、右回転で収納したんであれば、次は左ですね。これどっちでも収納できますんでね。こんな感じでね、逆回転で収納させてあげれば、最初にやった方向と逆方向に今度癖つけることができますんでね。ビヨーンってやれば、まあ、同じく逆方向にこういう風にね、癖がつく感じになりますけどね。まあ、そういう風に調整してあげればいいのかなと。で、あと、こいつ自体はね、手に取り付けて、まあ、伸ばしたままでね、構えることもできますが、まあ、これだとね、ちょっとね、迫力不足かなっていうか、ダラーンとしておしまいなんでね、これはあまりよろしくないと。ここでですね、付属の、こいつですね、ベース。これをですね、ここのところに乗っけるよと。で、これがね、乗っかりましたと。一応、マウント位置がね、こことこことこのね、3箇所にね、溝がありますんで、そこに対してね、こちらマウントパーツを組み付けることができますんで、一応こうすることによって乗っけることができたと。ただこれでもね、こういう風に置いておしまいになってしまいますが、こちらね、フルメカニクスのレーダーに関しましてはね、組み立て自体は省略しておりますが、こんな感じでね、台座がね、別途クリアなやつついてきますんでね、こいつの上に乗せることによって、こちらですね、
フルメカニクスレイダー本体というかね、単体でもこちらのですね、ハンマーを宙に浮かせることができると。で、こちらのですね、下のベースに関しては、変形時にも使うのかな。一応2種類のディスプレイ方法ですね。ランディングギアみたいなやつをつけるときにも使いますし、こいつに直接アクションベースをつけるとかね、そういうときもね、また使う形になっておりますけどね。まあそんな感じのね、汎用性のあるベースパーツついてきておりますんで、このような感じでね、浮かすことができる、こういうギミックがありましたと。はい。こういうのはいいですね。はい。とりあえず武器の保持とか、こちらミョルニの展開ですね。こちらの方にちょっとやっていきましたということで、次はですね、変形の方行きたいと思いますが、まあ変形に関しましてはね、こちらはね、とりあえずハンマー取りましてね、手から取りますが、こちらのサイドアーマーですね。まあここのサイドアーマーの苦労は、まあ変形時にね、またお話ししますが、一応ここはね、横から逃がしてね、下からグリーンと回してね、前方方向に展開することができるというギミックがありますよと。まあその時はね、いろいろ干渉するんで、回避させながらになりますけどね。一応展開ギミックもちゃんとありましたと。それ以外にここのスラスターですね。ここの部分が下方向にガチャンと逃げますよと。で、ここの部分をね、逃がすことによって、最初の時に比べてね、可動域が向上するっていうね、そういうギミックもちょっとありましたと。はい。では変形いきましょう。まず変形させるためにはですね、腕につけておりますこいつは最終的に肩アーマーに移動するんで外します。で、あと手首パーツはもともとセッティング状態にしなきゃいけませんので、ハンマーに組み付けている場合は手首パーツをね、一旦解体しましてね、こちらの腕の方に戻してあげるっていうね、一応ここの部分はちゃんと指がね、ちゃんとね、手がついた形にしなきゃいけませんよと。はい。で、こいつがね、準備できたら早速進めていきましょう。まず頭部ですね、こちらに関しましてはね、ここのパネルがガチャンと上に持ち上がると。そうするとね、奥方向にグイッと入る形になりますんでね、ここの部分をうまく利用して頭部を中に突っ込んでね、このような感じでね、最初のやつに比べて結構上を向いてると思いますかね。一応このような感じでね、頭部パーツを中に押し込んで、こういう風にね、しっかりと奥に入れましょうと。これができたら肩アーマーのこちらのパネルですね、ここのね、ロックがちょっと気になりますかね。このパネルを持ち上げると。そして中に入っているこちらのパーツをね、グッと持ち上げますよと。そしたら肩アーマー本体を外側に逃がすっていうかね、まあ一応こんな感じで変形させていくのかな。で、この時にこいつだけ持ち上げて上方向に持っていきますよと。そしてパネルを閉じて外にこのような感じで組み付けると。はい。で、ちょっと手首パーツ取れましたけどね、一応このような感じで変形させますよと。なので反対もね、同様に、このように変形させると。そしたら後ろですね。背面側を向けまして、こちらのウィングですね。こいつを引っ張って変形させると。一旦根元を引っ張るのかな。で、ぐっと引っ張っていけば変形できるはずなんですが、うまくいかない。まあその時はバックパック外せばいいんですけどね。一応これ簡単に抜けますからね。抜いてしまって、引っ張ると。うん、こっちが力かけやすいですね。このような感じで変形させてあげましょう。はい。これですね。変形できましたと。で、これはね、ちょっと外しましたけど、ついた状態でできますからね。一応こちら気になる方は外してやった方が楽かなと。まあ一応こんな感じでね、変形させましたと。そしたら股のところですね。まあ股関節部分というか、ここの部分に対してパーツをちょっとね、一つ設けますよと。その時に使うのがこちらのアタッチメントパーツ。これをですね、股下のね、ここのところにつけますよと。で、今こちらのパーツね、設けてる時にちょっと思い出しましたけど、こちらですね、レイダー本体をアクションベースに組み付けるときは、ここですね、中心部分の板部分がありますけど、ここの部分に対して専用のアタッチメントですね、このパーツを設けてあげて宙に浮かせるっていうね、そういう方式になっております。それかこのパーツ使ってもいいかな。今つけてるね、こちらのパーツをここに設けてあげるっていうのも一つの手かなと。ただこれつけてしまうとね、太ももが下手したらロックされちゃう可能性がありますからね。まあ、ここの部分につけて、こいつをね、使うのもありだし、こいつを使ってもいいかな、というふうになっておりました。で、これが準備できましたね。先ほど変形機構の時にやりました、股関節ブロックですね。ここの根元の部分のスイング機構を利用して、一番下まで下げ切るよと。で、下まで下げ切ると、ガチッとね、ロックされるよと。はい。一応こんな感じでね、こちらのブロック部分を、一番下まで下げ切ると。そしたらですね、サイドアーマーについている、こちらのクローですね。これをウィング、こいつをね、ちょっと逃がした方がいいですけどね、干渉を回避させるようにしてあげて、こいつ自体をグイッと動かして前方方向に持っていきましょう。
で、黒い根元の部分をね、若干スイングさせつつ、中に入ってるアームですね。これを前方向にしっかりと出し切るよと。で、これができましたらね、こいつ自体をグッと、グッと起こして、爪自体は一応下ですね。まあ、こんな感じでね、変形させると。で、反対も同様ですね。こちらの方も、このように変形させましたら、足ですね。脚部パーツの方を用意してあげて、ここのパーツですね。もともと上に上がっているんであれば、下方向ですね。に逃がしてあげまして、膝をここで曲げますよと。そして、ここをグッとね、逆関節になるように曲げて、このような感じですね。そして、動かしていたこいつを押し込んで、一番上まで行くのかな。ここの部分がね、ちょっと渋かったりする可能性がありますけどね。一応ここのパーツ、来ましたね。一番上までガチャッと入りましたね。こんな感じで上まで動かしてあげましょうと。そしてつま先を伸ばすっていうね。このような感じで動かすと。で、これと同じ構造で反対ですね。右足の方もこのように変形させると。で、これが準備できましたら、内部に組み付けたこちらのジョイントですね。こちらのジョイントの両サイドの突起。ここに対して太ももの内側ですね。にあるくぼみですね。ここの部分を合わせるように変形っていうかね、組み合わせてロックさせると。で、これですね、中身パーツっていうかね、今の部分がロックできましたら、今度足同士ですね。ここの部分も内側にね、突起、それとくぼみですね、がありますので、そこの部分をね、うまく組み合わせてあげまして、ここの中心部分もガチッとロックするよと。で、これがですね、準備できましたら、今ちょっとね、ウィング、変形の関係でね、上に持ち上げてありますが、こいつをね、開き切りまして、そして、肩ですね。こちらの右の方、ここのところ。いや、これ左だな。左の方ですね。左腕のところに対して、右腕についていたこいつをここに組み付けると。そして、鉄球ですね。ミョルニルの方を、こいつですね、くるくる回してね、こちらのワイヤーを中に格納するよと。で、最初から言ってる通りですけどね、こちらの部分は丸めっぱなしにすると、どうしてもね、癖がついてしまいますんでね、あまり長時間の変形はあまりよろしくはないと思いますけど、この状態ですね、収納状態にして、こちらのピンを、フロントアーマーですね、ここの穴、こちらの部分に対して、ズボッとね、差し込んであげれば、これでですね、レイダーのモビルアーマー形態、完成という感じになりますよと。ちょっとここですね、肩の部分、シリコンスプレー打ちすぎたんでね、重さに負けて倒れておりますけどね。一応変形自体はこんな感じです。見ての通りなんですけど、右腕の方ですね、右手の手首パーツ、こちらをね、保持させる手首パーツにしなければ、余剰品なしでね、変形しっかりとできる感じになっております。まあ、かなり特徴的な変形ですね。一応こんな感じです。で、この状態だとね、当然ながら地面にくっつけることができませんので、先ほどね、ハンマー浮かせた時に使いました、こちらのアタッチメントパーツ。こちらのパーツと、もう一つ。こいつですね。これも元々ついてるものですけどね。こいつとこいつをね、ここで組み合わせますよと。で、あとこちらの二つの突起の部分に対して、こちらのね、ベースをここに組み付けてあげれば、これで一応ね、簡易的なディスプレイベースができましたので、こちらの円形が前にね、なるようにして、先ほどね、やりました、こちらのね、ハンマーのところにズボッと組み付けてあげれば、ここで浮かすことができると。で、こちらですね、黒パーツ、説明ね、ちょっとしておりませんでしたけど、このね、アームパーツのね、可動によってね、前に動かすことができるとか、ここの根元のひねりですね。あと、黒自体は先端のここも可動するようになっておりますんでね、大きく動かしたりとかすることができるというふうになっております。一応ね、こんな感じの黒パーツがありますんでね、こいつ動かしてあげて、干渉回避させてあげて、ベースにね、バシッと乗っけてあげることによって、こいつをね、しっかりとね、この形でディスプレイすることも可能と。で、今こちらですね、簡易ベース的な感じでね、やりましたけど、ここのベースですね、ハンマーの下にくっつけているこちらの部分に対してアクションベースをつけることもできますし、こちらですね、足をロックするときに使っていたね、ここの部分ですね、こちらの部分に対して支柱を組み付けることによって、ここのポイントで浮かすことができると。で、今ですね、やったときに一回ね、崩れましたけど、ここのロック機構はですね、そこまで強くありませんので、何かしらのね、衝撃でバタンと行きやすいので、このモビルアーマー系ですね。これで飾るんであれば、やっぱりここ。こちらの部分を使った方が一番安定するかな。このベースのね、ここのところに組み付けるよりは、ここを使った方が一番いいと思いますね。はい。
一応モビルアーマー形態の変形がこんな感じですよと。でここの部分のパネルをね展開させることによってここの中に格納されている機銃ですね、これを一応露出させることも可能というふうになっております。はい、一応こんな感じのねギミックもありましたと。ではですね最後にですねこちらの上のところにねカラミティをちょっと乗せていきたいかなと。でカラミティを乗せるときにはこちらのベースパーツですね、専用パーツを用意しますよと。こちらをですねウィングのこことねこの2箇所にね溝がありますんで、ね、そこの部分に対してこちらのパーツをねスライドさせて入れると。反対も同様にこうねスライドさせて入れると。こんな感じするとねここにアタッチメントパーツを設けることができたと。でこちらアタッチメントパーツね設けることができましたら、ここの部分に対してこちらをね以前紹介したカラミティを乗せることができると。でこれですね頑張ればまあ一応ね簡易的にちょっと乗せますが、こうやってね乗っけること自体は可能かなと。ただまあ安定させるにはかなり厳しいですね。今上でねこうやって支えてるんでギリギリですけど、こちらね厳しいと思います。手離すと多分崩れるんでね、ちょっと支えっぱなしでいきたいと思いますが、一応このような感じでねちゃんと連動させることができると。ただこの状態ですね、乗っけた状態でしっかりとディスプレイするんであれば、下のレーダー本体それとカラミティですね、それぞれちゃんとしたねアクションベースで支えてあげないとしっかりと飾ることができないのかなと。今のこの状態でもかなりギリギリですからね。なのでしっかりとねディスプレイするんだったら両方ね専用のディスプレイ用のベースをね用意しないと厳しいですけど、専用パーツを使うことによってねなんとなく乗ってるんではなくちゃんとね浮くかな、はい、こんな感じでねしっかりと連結させることができるというギミック、これはね非常にいいですね、うん。で両方ともね同じアレンジをね施されてるんでね統一感もバッチリだしね非常にいいと思いますね、はい。まあ、今回ねメインは下なんですけど、こちらのレーダーに関しましてはね旧キット144分の1だとね差し替え式だったここの部分が内部にね格納されておりますんでね、余剰品なしでこの形にできると。でアームパーツの展開だったりとかね、アームパーツの展開だったりとかね、あとはハンマーのワイヤー部分がね横を回すことによって格納できるギミックだったりとかね、こちらの武器に関しましても手首パーツっていうかね指のパーツの交換がね必要にはなりますけど、手持ちできたりね腕部パーツに組み付けることができるっていうギミック、そういう部分がねしっかりとしてるし、全体的なねアレンジもしっかりとしてる。で今ねちょっと下半身しか映っておりませんけど、カラミティをね上に乗せることができるとか、こういう連動ギミックですね、この辺がしっかりとしてるのは良かったかなと。ただまあ贅沢を言うんであれば、こちらねレーダー単体はここのねベースでしか一応ディスプレイすることができませんので、アクションベースねついてて欲しかったかなと。それがあればね一応レーダー単体で買っても宙に浮かすことができますしね、あとはカラミティはカラミティでね別途台座をね用意する必要性が出てきますけど、レーダー単体でもね浮かせるような感じのディスプレイベースがねあってもよかったかなと思いますからね。まあ全体的に組みやすくてかっこいいし、可動もしっかりとしてるしね、まあちょっとねデザインの都合上サイドアーマーについているクローとウィングパーツのね干渉によって腰のひねりがねちょっと厳しいかなっていう部分はありはしましたけどね、まあ全体的に良い作りなんで今のところちょっと入手がね厳しいと思いますけどね、気になっている方はねぜひともチェックしていただきたいと思います。はい、ということで今回ですねフルメカニクスのレーダーガンダム、こちらですね基本的な稼働範囲、それから武器の保持、そして変形とカラミティとの連動ですね、こちらをちょっとやっていきました。はい、ということで次回ですね、次回はロボット魂ねやっていきたいと思いますが、確かこいつね一回発売日ね延期されたね、そんな感じのものをちょっとやっていきたいと思います。はい、それではまた次回お会いしましょう。バーイ。